どうも、石井です。さあ、本日の会談を浴びる会は。この方が来てくれました。三ンのヒロイン、ゆめっちです。ゆめっです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ゆめっち。ちっちゃいや, <laughs> つやつなくなっちゃった。<laughs> ゆめちはですね。まあ、はい、あのー、結構。はい。 まあ3時のヒロイン組んですぐ売れたからあれなんですけど、うんはい、ちょくちょくネット番組とかでは何かが一緒にはなってましたよね <laughs> はいなってましてもちろんこの吉井さんの階段を浴びる回もめちゃくちゃ大好きでほんまけもう寝る前にあの眠り眠り映像として見てました、うん、睡眠用で嬉しいね,しいね大画面でも見てます昼間はえテレビではい何回も見てます <laughs> <laughs> わかります僕も階段好きでいろんな人の階段を映像見えへんよな正直声だけでも正直全然いけるよはい正直階段のチャンネルっていうのは何個か見られてんのかなえっと島田秀平さんお階段巡りお階段巡りとああ見てるはいえあの事件系見てない「タックさんとかあタックさんはちょっとまだあの ちょいちょいでえっとあ系俺存じ上げてないんですけどあそうなんですねアルゴメトリーさんアルゴメトリーさんっていうお二方がやってるんかまあ事件んていうんですかね多分もともとテレビ関係の方でそれをやめられて YouTube に行かれてるからもう テレビって感じなんですよトシボーイズさんみたいな経歴持たれてるねそうですねえ、じゃあちょっと見させていただきますあ,ありがとうございます<ず> <laughs> 吸い上げも完了したということでサンジのヒロインとして、はい、まあいろんな番組とか出てますけども実は霊感というか心霊体験を結構豊富にお持ちなんですよね、はい、そうですね物心ついた時から、うん、まあ多分お化けだと思うものが見えてて、うん、でそれが当たり前すぎて特にその あれお化けだよねとか言ったことなくて、まあ、ある時「あれ怖くなかった?」って言ったら「えそんなのいなかったよ」って言われて「ああれお化けだったんだ」ってことは今まで見えてた、はあ、ああいうなんか近づいてこのぐらいの吉井さんとの距離でも近づいても顔がぼやけてたりとかしたりする人ってああれお化けなんだっていうのを気づいたって感じですね。嬉しい <laughs> ゲストこのチャンネルは見ていただけてると思うので知ってると思うんですけども「おばけ」「人とこわ」「不思議、何でもいいんですけども「ぞわ」ってきた体験をしゃべっていただいて会談と一つにしてるんですけども特に「おばけ」と「人とこわ」「ふしこの3つがむちゃくちゃ回るというか例えば「芸人の怖い話」みたいな。 はもうちょっとハハハにハかれんのよ例えば天心の向井さんのあの師匠怖っっていう師匠が怖かった話とかはもう「おい向井ふざけんじゃねえよ」「はめちゃくちゃ話面白かったです」「いやもう出んなよ」「いやまた出てほしいです」って本当ご五分五分意見もう半々に分かれるマジで階段見てる方ともう普通にお笑いとして見てる方もいらっしゃる でも2つともが共有してるのがなんかあんまりこういう番組というかこのチャンネル出る必要ない人が出て話す会談っていうのが大好物はい、はい、確かに女優さんとか,なんかいろんな方来られてますもん、ね、そう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 そ,うそのもう次戦他戦で,で今回「夢、はい、っち」に関しては、はいえー、僕を担当してくれてるマネージャーがいまして、はい、その方に「 夢っちとかどうなんみたいなで俺全然仕事何回かしかしたことないから全然無理やったらって言ったら即、はい、OK くれたやいやそ,そこですよ嬉しすぎるぜおこの YouTube チャンネルいつか出れたらいいなっていうもうその「紅白」出たいなとかいう夢と一緒ですそこまで言ったら悪口やんいや <laughs> それは言い過ぎやんか本当に出たかったんですよでも、はい、あの実際ありましたリクエストが あったんですよで今回お呼びしたのは他でもない僕のインスタの DM に来た「本い。で実体験が実体験ですねが映像化されたとそうなんですよちょっとそれの完全版を喋っていただきたいなと思っていろんな裏話も含め僕は見てないのでもう初見 初聞き、はい、所長なんで嬉しいですい。お願いします。はい、というわけでよろしくお願いします。お願いします。どういった話ですか。えっともう数年前に三時のヒロインで福岡にお仕事にしに行った時の話なんですけど、うんうん、まあその日ちょっとまあ一日福岡でお仕事して泊まりだったんですね。で泊まりのホテルでまあ。 帰ってきた時にちょっと私が不具合が起きてなんかトランクケースの鍵が開かなくなっちゃって、うん、鍵屋さん呼んだりとかしてたらもう夜中の1時半とかになってたんですよもう部屋に帰るまでがきつもう相方たちは部屋に戻って寝てたんですけど私だけなんかトラブルあって全然部屋帰れなくて、うん、で深夜に帰ってきた時にあもうこんな時間かと思って早くお風呂入って寝なきゃって思って。 でお風呂入ってたらなんか声がそのすりガラスの外からめちゃなんか大観衆みたいななんかい,ないろんな人の声が聞こえてて「うォー」とかじゃなくてな雑踏の話声みたいな聞こえてて「ん?」って思ったんですけどいやもう聞き間違いかと思ってとりあえずシャンプーとか終えて上がったらそうつけた覚えのないテレビがついてたんですね。 でもその時間も2時ぐらいでもうなんか本当になんかシ,ョッショッピングテレビショッピングみたいなのがやってておつけてないのになって思いつつ、まあ、気にせんとこうと思ってつけっぱにしてたんですよなんか音ないのも怖いんででドライヤーをブーンってやってたらその鏡に映るその自分を見てたらこの後ろに玄関の方になんか人影が見えたんですねでなんかファ わーってなんか玄関のとこうろちょろしてて人影が人影なんですよなんか暗い人影、うん、だ人が見えないんですけど影だけなんか動いてて、うん、えっと思ってこう振り返ったんですけど何もなくて気のせいかって思ってでまあドライヤーも終わってでお布団入って電気を消したんですよそしたらなんか眠れなくて全然 そのいつも寝つきいい方なんですけどなんか見られてる気がしてその視線をこうやってもなんか目つぶりながらですけどなんどっから見てんだろうと思ってこうあここやって思ったんがパッて開けたら玄関の方だったんですね、うん、であさっき影が動いてた方だって思ってうっ、ん、ううす,すら目開けてったらまたはいいまたあってででも暗いんで そのパッと見本当に人がいるか何かわからないんですけど、うん、そのなんか下にあるちょっとした光とかのおかげで何か,か立ってるのが見えてえこっと思って電気つけたんですよ。うん、したら影なくなっててあない影影ないわと思って、うん、もう一回電気消して寝ようとしたらまた視線感じるから見たらその影がちょっとだけそのひょいって前に来てたんですよ。 ちょっと近づいてきててでもそのこう目が慣れてってもただただ漆黒の人影しかなくて人の影なんやもう完璧にそうですねはあなんかそので,でかさとかも本当に人人間1 7 0ンチぐらいなのが人が見えて、うん、でまた電気つけていないってなって、うん、でもう一回電気消したらもうちょっと近づいてきててえダだるまさんが転んだはい さんが転んがじゃっってなってさすがにこれもう一回消したらうわーって来そうだなと思ったんで<ー>もう電気つけっぱで寝たんですけどで、まあ、朝になったら何もなくて怖さとかもなくてでこれを本当にあった怖い話でお話ししたらその霊媒師の方が。 「なんかそれって男の子じゃなかったですか?」って言われて「ちょっと性別は分かんないんですけどでも人でしたね」って言ってたら「もしかしたらその中学校ぐらいの時の同級生が亡くなっててそのなんか夢っちに会いに来たんじゃない?」って言われて「えっ?」ってなってそんなの知らないんですよ。その同級生が亡くななっったたたととかか聞いたことなかったんで そのまあ、幼なじみの友達に「なんかコンコアでなんか友達亡くなった」っていうのを言われたんだけどって言ったら「えそうだよ知らないの?」って言われて<え>私だけ知らなかったんですよえ実際に実際に同級生が亡くなってて <laughs> ええ!」と思って <laughs> その人なのかなってなんかもしかしたら夢っちさんのこと好きだったんじゃないみたいな。うん 私はちょっとそんなにそのめちゃくちゃ親しいとか親友とかじゃなかったんで名前は聞いたことあるぐらいの子だったんですけど、うん、えー、えー、え <laughs> え。それはじゃあ、はい、言われた時にその子の顔が浮かぶぐらいの距離感やったん、はい、そうですねいやーそうなんや,<え>やなくなっちゃったんだと思っておばさんおばさんの言い方 <laughs> やばそうです、ね そうなんやこれが「本コア」でドラマ化された、はいはい、ドラマ化されてもそれこそ「かくれんぼ」っていうなんか「レートのかくれんぼ」みたいなタイトルでえー、これ、はい、以外のいろんな体験があるやんかはいで一応名刺代わりに一発ドンってやってもらったけどはい さん他に、はい、例えば実体験、まあ、このね今の「本コア」の体験は結構知ってる方がもしかしたらいらっしゃると思うんですけども、はい、あんまり喋ってない実体験とかってありますか、うん、ありますちょっとお願いします、はいえっと、6年前ほどに「オダウエダの上田」っていうの、うん、同期の芸人なんですけど女芸人と2人でルームシェアしてた時の話がありますだから3時のヒロインも「オダウエダ」も「ザ・ダブ w 優勝してるしそうですね 小田上田の、えー、上田さんはロングヘ,ヘアの言った声張り上げる華奢な子が小田さん、はい、小田ですで上田さんはちょっとあのカッ腐のいいぽっちゃりしてる、はい、でぽっちゃりのそうですダブルポッチャリで <laughs> 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 難しい時代やなこれ言うのも <laughs> ぎっしり。 人が詰まってる方すりじっしり詰まってる2人が同居してる時の話実体験ありましてその家で私のたまたま夢っちの個人のお仕事として私の部屋をの可いい部屋に模様替えしようみたいな結構和室の部屋だったんですけど番組の企画で模様替えしようってなってもう本当に床が。 こういういう白と黒のチェッカーフラッグ柄でもうカーテン黄色壁ピンクでこっちの壁水色みたいなでテーブルとかも子供用のなんか椅子とか、えー、テーブルで,、うん、でぬいぐるみもめっちゃあってもう本当にかわいいお部屋にしたんです私も結構アメリカンテイストなおもちゃ箱みたいなのが憧れだったんで中リーサさんとかそう,いう,の、ね、そうですねリさんの部屋みたいな、うん のにしていただいてからの話なんですけど、うん、ある時その模様替えの企画が終わった後に zoom で別のお仕事で打ち合わせしてたんですよ。みんなででそしたらなんかスタッフさんがちょっとあのう,うるさいですね。みたいな雑音がすごい入ってるんですけど、皆さんどうですか？って言われて私聞こえなかったんですけど、なんか確かになんか子供の声がするとか。 なんか遊園地のなんかメリーゴーランドみたいな音するねみたいななっててあ,あそうなんやと思って私あんまりその聞こえなくてピンときてなかったんですけどなかなかうるさいぞってなってちょっとなん,かなんか外とかいますテレビとかつけてる方いますみたいになっていや誰もそんなんしてないですってなってちょっとこれ話進まないんで一回ちょっと一人ずつミュートしましょうかみたいな。あるね、うん、で一人ずつスタッフさんとか相方とかが。 ミュートして,ってで私の番になってミュートしたらスタッフさんがこうして <laughs> でミュート外したら「夢っちさんですね」って言われて夢っちさんがミュートしたら「そのなんかうわーとか」とか「タンタラタンタン」とかの音がなくなりましたって言われて「<う>え私の部屋なんだ」と思って私もめちゃくちゃ怖かったんですけど、うんまあ、その時は、まあ、打ち合わせ終わって。 え何だだっっったんだろうてて思ってその時友達に結構霊感がめちゃくちゃ強い子がいたんでその人に「ちょっと部屋見てくれない?」って言って「いるよねここ」って言ったら「あーいるね」って言って「ちょっと待って」って玄関から見,見さして」って言われたんでこの,なんかこのテレビ電話で見てもらってたんですよ、うん、携帯でそしたら「あいる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 ってなって <laughs> <laughs> で、その。 13人トータルででいたんですよは、えー、大人子供が、うん、大人が4人子供が9人、うん、でそのもうほぼ「夢っち」の部屋にみ,みんないるって言われて <laughs> あだからこんな,こわなんかうるさい音聞こえてたんだなって思って、うん、あでもどうしようもないなって思ってたらその日ぐらいからそのぬいぐるみさんが急にパタンって落ちたりとか。 目がその糸で縫われてるっていうか刺繍の目なのに目あったりとかするなっていうのを気づき始めてちょっともう全部剥がしました剥がしたって模様替えとかせっかく可愛くしてもらったんですけど<え>全部取りましたそれ縫いぐるみと目が合うとか縫、はい、いぐるみがパタンと落ちるって、はい、結構縫いぐるみが原因 な感じするやんかでも、はい、壁紙を剥がしちゃってこともうあのそう全部かわいいのを全部処分した方がいいんじゃないかと思って、うん、っていうのも、ま、だその子供の霊ってぬいぐるみとかにピョンって入っていたずらとかするからるか全部処分した方がいいよって言われて、うん、もうそうですね処分して引っ越しましたえちょちょ待って待って処分したのに <laughs>、はい、もう耐えられへんってなんで引っ越したのそ <laughs> そうです、ね、あの,その 壁紙とか全部剥がしたんですけど結構その時はちょっとまた話があるんですけど、うん、いびきが結構すごかったんで、うん、その時テレビでたまたまいびきレコーダーアプリがあるよっていうのを見たんで、うん、あ自分どんぐらいいびきしてんだろうと思ってレコーダーアプリをつけてみてたんですよ、うん、で、まあ、次の日聞いてみたらすごいいびきなんか「っていうのとともに女の人の笑い声が入ってたんですね、うんはあ、結構頻繁に。 えー、でそのいびきがうるさい時とかにこういうなんかのがあって「うるさいですよ」っていう時と「静かですよ」「うるさいですよ」っていうのがあって、うん、その「うるさいですよ」のところがめちゃくちゃ笑い声が入ってたんですよ<え>でそのなんか違和感があって、うん、笑い声、ま、上田が笑ってる可能,可能性もあったんですけど、うん、距離感が全然その近いというかえどういう間取りなのえっと もうふすま1枚なんですけど、うん、2L2K、えー、ですね、うん、で2部屋とキッチンがあるい、ね、はいでもあの本当にこの「と一緒の位置で「ハ <laughs> からは、えー、めっちゃ怖いと思ってそれ上田に聞かせたんですよ「それ怖いな」みたいなうちの声じゃないしほんまに「夢っち」のおる場所で言ってるねってなってちょっと一旦もうレコーダー撮るのやめようと思って。 でそれ封印してたんですよでその1週間後ぐらいに同期の芸人に「てかその怖い話やってさ」みたいな「でこの女の人の笑い声あったんよ」っつって「この部屋すごいなんか怖いよ」って言ってたら「えもう一回聞いてててみようやっっ言われてめっちゃ聞きたくなかったんですけど聞いてみたらそのこうなってるとこが女の人の笑い声じゃなくて男の人の咳払いに変わってたんですよ。<laughs> っ,てってて だっぱえ女の人だよ」って言ったら「いやこれおじさんやんけ」って言われて「何,何を嘘つくことがあるん?」って言われて「へ<ー>嘘じゃない嘘じゃない」って言ってだから、はい、男男じゃなくて大人4子供9のうちの、はいはい、だからそう,ですうちもさいびきを録音するやつとか、はい、たまにやってんのよ奥さんがいびきうるさい時こうやってやって <laughs>、はい、俺がうるさい時子供がやったりしてて。<laughs> 子供っってめちゃ笑うねいだから9人がいびきを多分囲んでんのよ寝てるときに指さして笑ってるんかなとうわうわーで笑ってるのうるさいからおじさんが威嚇のために「うるさいぞ」うるさってなってんのかなと思っちゃうなゆめっち素晴らしいえありがとうございます素晴らし会談 サンジのヒロインユメッチはサンジのヒロインのチャンネルもやっておりますし個人チャンネルは個人チャンネルは作ろうとは思ってますはい。えちょっとやってややりたい階段もみたいなぐらいそうですいいんですかそのもっと深く聞きたいしいろいろお願いしますちょっと何本かね出ていただけますので楽しんでいただければなと思いますこちらの動画ええやんって思ったら チャンネル登録、高評価、えー、ベルマークの通知ぜひよろしくお願いします。いますというわけで本日のゲストは三時のヒロインゆめっちありがとうございました。というわけでご視聴ありがとうございましたありがとうございました。